皆さん、プリベこんにちは、ナイスタです。元気ですか皆さん。今日はちょっと日本の謎なぞに答えてみたいと思いますね。でも大人の謎なぞじゃなくて、面白いあの子供用の謎なぞに答えてみたいと思いますね。あのロシアでももちろん謎なぞがあって、子供の時によくあの聞かれたというか、まあお母さんとかにね、いろいろこれなんか謎なぞ聞いて、例えば私は自分のインスタグラムでもあの書いたことあるんですけど、まあ、皆さんね聞いたことあるんですけど、上から梨が掘り下がってるんだけど食べれないという謎なぞはあるんですけど、ロシアではすごく人気な謎なんですね。謎なぞはい。でこれは、何だと思いますか、まあ、インスタグラムを見たことある方は知ってると思いますけど、見てない方はどう思いますか。あのコメントで書いてくださいね。じゃあ書けましたか。はい、答えは電球です。でびっくりなんですよね。多分なぜ電球かというと、あの、ま、日本で使われている電球は多分ちょっと違うかもしれないですね。まあロシアだとあの最近までなんか電球、あの梨の形している電球が一般的でしたね。今はいろいろあるんですけど、なんかエネルギーを節約している電球とか、ま、形はもちろん違うんですね。 でも普通の電球だと、ま、一番ね、一番普通の電球だと梨の形はしていますね。だからそういうね、謎謎がとても、ま、一般的というか人気、ま、誰でも知っていますね。はい、大人だと子供の時にみんなに聞かれるから、はい、でなんか日本の謎謎はどんな感じかなってちょっと気になっていて、皆さんと一緒にちょっと答えてみたいと思いますね。ちょっと心配していますけど、多分文化とかのね影響もあるので、うん、ちょっと答えにくいと思いますね。でもちょっとチャレンジしたいと思います。はい、じゃあ早速ねこのサイトを使ってみたいと思います。うん、なんかまあいろいろ探したら謎謎なんかオンラインで答えられる謎謎を探したらこのサイトを見つけました。皆さんもこの謎謎を見て、答えてみてくださいなんかこの謎謎結構人気なのかな。じゃあ1から始めます。一応ねヒントと答えるんですけど、まずとりあえずそのまま答えてみたいと思います。はい、じゃあなんか答えられなかったらあの難しいね、子供でも答えられるのならカメトラクダとサイが買い物をしています。何を買うのでしょう。え、何買うのえ、あ、ちょっと待って、カメとラクダとサイは何か買う、なんかこの3人、違う、3匹の動物の中でなんか共通点ってあるってこと、同じものを買うってこと、あるいはこの写真の中でヒントあるってこと。この写真だと船だね。でもなんか怪しいね、多分船じゃないんだよね。全然思い当たりがないね。皆さんどう思いますか、何を買うんですか。ヒント見てみますね。ちょっと諦めるのは早いんですけど、なんか全然思い当たりがない。の順番に読んでください。カメラください、カメラくださいそういうことカメラください。あー、なるほどね。え、難しいなんですけど、カメラって、カメラ買うね。答え見てみよう。やっぱりカメラ、カメラだよね。カメラください。え、面白いあー、ロシアではそういうなんかあれが、謎の像がないんですね。なんかこうやって順番でなんか読まないといけない、うん、まあ面白かった。じゃあ次行こう。ひっくり返ると軽くなる動物はなんだ。振り返ると軽くなる動物いる。なんかどんな状態でも体重が変わらないんじゃない。違う、ひっくり返ると軽くなる動物、あ、じゃあ動物じゃないかもしれないですね。じゃあ何、振り返るとそれでもね体重なんかあれが変わらないんじゃない。難しい。軽くなる動物、ひっくり返ると、でもなんか重さは変わらなくない、ひっくり返っても。ちょっとヒント見ます。ヒント、またかよ、また逆に、逆なんか反対、あー、なんかなるほど。日本の謎は読み方の中でなんか答えが隠れてるってことね。
いるかね。なるほど、まあ、確認しようね。のためいるかだよね。ちょっと気をつけます。次から読み方にもっと漢字とかにね注意します。食べると安心するケーキはなんだ。食べると安心するケーキはショートケーキじゃないんですよね。じゃあここはどこで罠があるんだろう。安心、食べると安心するケーキ、キーケ、なんかここはちょっと違う気がする。ルーベータ、ルーベータ、ルーベータじゃない、食べるを逆に読むとルーベータ、チーズケーキとかじゃないの。ヒント見よう。なんかやばい、ヒントしか見ない。安心する、ホッとするよね。ホットケーキってこと？なんかこれ難しいんですよ。安心するとホッとする、なんかヒントがないと答えられないんじゃない。あーでも日本人だと確かにホット、そうだよね、ホットケーキです。うんなるほど、面白い。やっぱりホットケーキです。あー恥ずかしい、一回もまだヒントなしで答えられなかったんですね。あーやばいんじゃないじゃあ次行こう。はい、世界の真ん中にいる虫は何？世界の真ん中にいる虫は何？国のことってこと？なんか違う？世界の真ん中にいる虫、国のことかな？虫？どうしよう。皆さん知ってますか？なかなかね、また多分ヒントを見ると思います。世界って言葉をよく、世界の漢字ってなんか虫の意味ないんじゃない？虫？そういう虫いる？なんか聞いたことある気がする。生徒虫？違う。正解。じゃあ答え見よう。ちょっと諦めます。諦めます。今回は。か？か？そういうことなんだよ。なるほど。あ、せ。世界の、ま、なるほど、あ、勘違いした。そういうね、文字、世界という文字の真ん中にいる虫、あ、やばいこれね、このどこですね、ここいいかな、カなんだ、難しい。まあじゃあ最後いきます。今回は5つの謎々に答えてみますね。次はちょうど5つ目なので次はね、なんかヒントなしで答えたいんですよね。せっかくだから、もう最後のやつだから、はあ、できるかしら。持つだけで手が震えてしまう家具ってなんだ。持つだけで手が震えてる？どんな重い家具を持ったらね、手が震えますねでも違うんですよね。あ、掃除機。なんかちょっとズーってするから、ズーって、まあちょっとだけ震えます。そんなに震えないけどね。違うか、あ、ミクサー、あ、ミクサーって家電だよね、家具じゃないあ、洗濯機、あ、洗濯機も家電だよね、家具ではない。じゃあ何、椅子じゃないもんね、何、ソファーじゃないもんね、ってか、まあ重いから震えるんだけど、なんか常に多分なんか動いてるものだと思いますね。動いてる、私の家では動いてるものはないんですよ。洗濯機はすごくずっと震えてるんだけどでも持たないんですよね普通は。じゃあ何を持つ、はあ、しょうがないな。ヒント見てみよう。手がブルブル震えるよ。ブルブル、ああ全然ヒントにならないな私にとって。ブルブル震える、震える、ブルブル。じゃあ私の答えは掃除機にします。多分違う、どうしよう、ミクサーか掃除機、それは家電なんですけど、でも普通は家具って動いてないんじゃないじゃあ答え見てみますね。テーブル、そういうことかテーブルだからブルブル、意外だった私にとって。本当になんか持つだけでテーブルって普通持たないじゃない
じゃない？持つか、こうやってこうしても持つか、持つってことになるか。まあね、その多分日本の謎謎の特徴は、ダジャレじゃないけど、なんか言葉のゲームなんですよね。それは私にとって面白かったです。知らなかったからちょっと引っかかったんですよ、何回も。ロシアの場合だとなんか連想が特徴だと思いますね。例えばね、食べれないなしとかは電球で、あとはそのものの服を脱ぐと泣くってことは玉ねぎです。そうだからちょっと特徴は違いますね。うん、面白かったです。はい、またもし皆さん動画気に入ったら、ここにもたくさんの謎々があるので、チャレンジしてみたいと思います。で、今日得た経験あとは特徴の知識を使ってまたね、チャレンジしますね。だからもし動画気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。パカパカ、いい一日になるように。 Thank you.